国内のニュースからです、走行中の新幹線の車内で、乗客3人を殺傷した男に無期懲役の求刑がなされました。で彼の犯行動機はあの一生刑務所で暮らすためという、まあ、そういうちょっとけしからん動機でして、謝罪の言葉は一切なく、でもし有期刑になった場合は出所してまた人を殺すなどとうそぶいております。この事件ご存知でしょうか。東海道新幹線の中で、あの2018年あった事件で、小島一郎被告が今、そういった求刑をされまして、で彼はまああの3人殺せば死刑になるので2人までにしておこうと思ったとか、刑務所に入るのが夢だったとかちょっとふざけたことを言ってましてですね、まあ、実際、被害に遭われた方もいて本当に痛ましい事件なんですが、年内に18日でしたかな、その時にあの判決が下されて、あのいかなる判決が出ようとも控訴する、予定はないというふうに言ってます。まあ、この事件についてちょっと織田さんの思うところをちょっとお聞かせください。要は死刑が出ないと思ってるから、結局、死刑じゃなかったら無期に落ちるだろうって分かってたから、そこをついての控訴しないってことだろ。そうかもしれませんね。俺もなんかで見たけど、なんかで見たけども、そいつは結局普通にこの社会で生きていく自信がないから、定職について、一生終えるまでに自分で稼いで、やっていくっていう自信がないから、寝るとこもあって3食ついて、そして地震からも守られて、生きていくことは全然保障されているから、税金で生きていってやろうってことでの刑務所で、生きていきたいってことだろ。そのために人の命を奪った。3ヶ月で気が変わるよ。3ヶ月で何ですか。3ヶ月で気が変わるっていう。なるほど。3食ついて昼寝つきとか思ってるかもしれないけど、あんな自分の全人格や人権を否定されて、生きてくるんだから、懲役なんか3ヶ月で懲りる。気が変わる。やっぱなんか辛いなって思いますかね。今から言っとくよ。俺はその死刑に対して反対か賛成かとかそういう話じゃなくて、今は、よくな人は人の命を奪ったのにこいつは死刑じゃないのかとか、だったらお前が死ねよとかっていう、意見は当然多くて、俺なんかもよくそうと思うことはあるけども、懲役経験者から言わせてもらえれば、無期くらぐらいだったらもう絶対死刑にしてくれって逆に思うよ。それぐらい中は辛いってことですね。今の有期刑無期なんて30年以上だよ確か。少なくとも30年は懲役で過ごすなんていうのは、3食ご飯もあってな、病気にもならないで、命あるだけ幸せだって言ったことないやつは言うけど、30年もあんなとこに入るって分かったら俺はもう間違いなく死ぬよ。なるほど。だから3ヶ月で来れるよ。僕が間違ってた。でそこから苦しいから、でもっともっと苦しませなきゃいけないんだから。僕もそう思います。大事なもの奪ったんだから、だからもうそこから現実に気づいて苦しんで苦しんで死にたいけど死ねない。でおそらく途中何回か自殺も繰り返して、死ねないからあんなとこ監視体制だから、で結局苦しんだまま、中で病気かなんかになってっていう、自分にちゃんと釣り合ったあれか返しが待ってるから、人生っていうのは。そんなところだよ。わかりました。ちゃんと自分に合ったその採算を取ろうとしてる人生っていうのは、うまくできてるんだよ。でそれについてじゃあお前の意見聞かせろ。僕の本音を申しますと、こいつは本当に新幹線で引きずっても殺したいぐらいムカつきます。なんか中ですごいひどい目に遭ってほしいなって願ってます。それこそジャンクルド・バンダムじゃないですけど、正義感強い囚人がこいつを暴行に痛めつけて、生かさず殺さずで、中で本当に苦しめてほしいなって、僕は無関係ですけどそう思いますね。憎いです。じゃあそのジャンクロード・バンダムみたいな囚人がもっとひどい事件で一人の囚人罰したらどうするの。そこまでちょっとすみません、考えてませんでした。そういうことを口にするんだったらお前が塀の中まで行っても落とし前つけてこいや。でもお前の意見だからな、そういうのも大事。そういうのも大事だ。